ガイウス・ユリウス・カイサルは、共和制ローマ期の政治家、軍人であり、文筆家。サイは投げられた、来た、見た、勝った、ブルータス、お前もかなどの特徴的な引用句でも知られる。また、彼が布告し彼の名が冠された暦は、紀元前45年から1582年まで1600年間以上に、渡り欧州のほぼ全域で使用され続けた。 古代ローマで最大の野心家と言われ、マルクスリキニウスクラッスス及びグナイウス・ポンペイウスとの第一回三島政治と内戦を経て永久独裁官となった。ガーイウス・ユーリウス・カイサルが古典ラテ天語の当時の発音に最も近い。長母院と短母院の区別をしない、ガイウス・ユーリウス・カイサルは慣用的な表記である。英語読みのジュリアス・シーザーでも知られる。名前の意味は、 ユリウス氏族に属するカエサル家のガーイウスという意味である。カエサルの名は、帝政初期にローマ皇帝が帯びる称号の一つ、帝政後期には、副帝の称号となった。ドイツ語のカイザーやロシア語のなど、皇帝を表す言葉の語源でもある。ユリウス氏族は、王政ローマ時代、ロームルスが隠れた時に、動揺する民衆を、プロクルス・ユリウスが説得したという伝説があり、 ホラティウス三兄弟の決闘でアルバロンガに勝った後、セルウィリウス氏族やクインクティウス氏族らと共に移住してきたアルバの元指導者層でパトリッキに劣せられたという。カエサルは自身のおばでマリウスの妻でもあったユリアの追悼演説で、ユリウス氏族はアエネアスの息子アスカニウスに由来し、従って女神ウェヌスの子孫であり、またカエサルの母方は アンクス・マルキウスに連なる家柄であると述べている。士族は古い系譜を有するパトリキではあったが、カエサル家は共和制が樹立されてから、カエサルの誕生までに、失政関係権者が3人と、他のパトリキに比べ少なかった。そのうちの1人が、ユリウス市民権法を成立させて、同盟市戦争集結に貢献したおじのルキウスである。 なお、カエサルという家族名の起源としては以下の説がある。ガイウス・ユリウス・カエサルの生誕年として以下の二つの説がある。スエトニウス、皇帝伝の記述に沿った紀元前100年、カエサルがプラエトルに就任した紀元前62年から逆算した紀元前102年父は同名のガイウス・ユリウス・カエサルでガイウス・マリウスは父、ガイウスの議定にあたる。 父ガイウスはプラエトルを務めた後、アシア属州の属州総督を務めた。母は、ルキウス・アウレリウス・コッタの娘、アウレリア・コッタで、祖先に幾人もの執政官を輩出した名家の出身であった。また、カエサルには、幼少の頃から家庭教師として、マルクス・アントニウス・グニッポが付けられたが、グニッポは、ガリア系の人物であった。なお、 誕生月日もいくつかの説がある。カエサルの神格化を決議した後に、カエサルの誕生日を祝う記念日を、ルディアポリナレスの、幼少期のカエサルについては、プルタルコス、英雄伝やスエトニウス、皇帝伝などの文献に研究がなく、はっきりしない。カエサルの青年期にあたる前90年代から前80年代は、ローマが戦乱に明け暮れる時代であり、 紀元前91年の同盟史戦争、紀元前88年から始まったミトリダテス6世率いるポントス王国とのミトリダテス戦争などがあった。また、ローマ国内も政治的に不安定で、当時ローマでは民衆の支持を権力基盤とする民衆派、元老院を中心とした従来の支配体制を支持する罰族派の2つの政治勢力が対立。 各派の中心人物は民衆派がガイウス・マリウス、罰族派がルキウス・コルネリウス・スルナであった。カイサルのオバユリアはマリウスに嫁いでいたため、カイサルは幼少の頃より民衆派と目されていた。ミトリダテス討伐の権限をめぐってこの両者が対立、結局スッラがポントスへ赴くことになった。しかし、スッラの遠征中にマリウスにもミトリダテス討伐の任が与えられ、 これを聞いたスッダーは、同僚失政官と共に軍を率いて、ローマへ進行。老年のマリウスは、ローマから逃げ延びる。そして、スッダが、ルキウス・コルネリウス・キンナに工事を託して、再び遠征に出かけると、今度は、同僚失政官に追放されたキンナがマリウスを、呼び戻し再び、ローマを制圧。スッダを、国家の敵と断劾して、スッダの支持者を粛清し、 犠牲者の中には上述のオジルキウスもいた。スッラがマリウスを放逐する際に反対しなかったという理由からである。その直後の紀元前86年にマリウスは没した。紀元前84年にカエサルの父が死去したため、カエサルはカエサル家の課長となった。紀元前83年、カエサルはユピテル神官に就任する。しかし、 この職務はパトリキのみに解放されており、前提としてパトリキと結婚する必要があったので、カエサルは婚約していた、騎士階級の娘コスティアと別れ、コルネリウス氏族であるキンナの娘コルネリアと結婚した。しかし、その直後、ミトリガテス戦争に勝利したスッダが再びローマへ進軍し、民衆派の抵抗を受けたが、ローマ氏を制圧。紀元前83年に、 終身独裁官となり、政治的に対立する民衆派をプロスクリプティオに基づいて徹底的に粛清した。血縁として、マリウスに近く、金ナの婿であるカエサルも当然この処刑リストに名が乗り、彼は危うく殺されそうになった。しかしこの時、カエサルはまだ18歳で、政治活動をしたことのなかったことから、スッラの支持者、ハテは、ローマで大変 その時スーッターは、君たちにはわからないのかね。あの若者の中には、多くのマリウスがいるということをと語ったと伝えられる。代わりにスーッターは、金河の娘コルネリアとの離婚を命じたが、カイサルは拒否し、スッラの追ってから逃れるため、紀元前81年に小アジア、赤エアへ亡命した。ローマから亡命したカイサルは、属州での軍務に就く。 アシア属州のマルクス・ミヌキウス・テルムスの下で、シキリア属州中東の軍に席を置き、そこでの業績で市民館を授与された。そしてビチュニア遠征の際に支援したビチュニア王に、コメデス4世の下に非常に長期間滞在する。スエトニウスによれば、この時に王と若いカエサルは、男色関係にあったのではないかという噂が立ったと言われる。また、この噂は、 生涯にわたってついて回り、ビチュニアの女王などと性敵より攻撃される材料となった。この頃ローマでは、制度疲労に陥っていた、旧体制のほころびを直し終わったスッダが、紀元前80年に独裁感をおしていた。このスッダの行動を、後年、カイサルは、スッダは政治の色派を分かっていなかったと評したという、カイサルの共造紀元前78年に、 スッラが死去したことでカエサルはローマへ帰還した。ローマに戻ったカエサルは仮想階級の住むスブッラの一角にしっそな家を持った。スラ死後に挙兵した民衆派のマルクス・アイミリウス・レピルスはカエサルに参加を呼びかけたがカエサルはこれを断った。代わりにカエサルは弁絶で一躍有名となる。当時ローマでは属州統治に現地民への脅迫や搾取、 収賄を行う者が頻繁にいたが、感情のこもった手ぶりと行き着く暇もない話ぶりで、彼は、そのような続州総督を、次々と告発。紀元前77年には、前81年に、失政官へ選出された、グナエウス・コルネリウス・ドラベッタも告発した。この時の彼を、同じく弁舌で知られた、キケロも称賛したという。 ドラベンラへの告発が不調に終わったことで復讐を恐れたカエサルは、紀元前75年にロドス島へ赴き、キケロの死で、修士学の権威として著名であったアポロニュースモロンに、指示した。この時カエサルは、エーゲ海を船で渡っていたが、途中キリキアの海賊に、囚われのみとなった。海賊は、身の代金として二十タレントを要求したが、カエサルは、二十では、 安すぎる、五十タレントを要求しろと海賊に言い放ち、その間海賊に対して恐れもせずに存在に、接するだけではなく、自分が戻ったら、お前たちを張り付けにしてやるぞと海賊に対し、冗談すら言った。そして、身の白金が支払われて釈放されるとカエサルは、海軍を召集し海賊を追跡、捕らえて、ペルガモンの極にに繋いだ。 そしてアシア属州の総督に処刑するように命じるが、総督はこれを拒否して、海賊を奴隷に売ろうとする。するとカイサルはカイロを引き返して、冗談でほのめかした通りに、自分の命令で、海賊たちを卓刑に処したという。ローマに戻ると、軍団司令官に選出、クルス・ホノルムへの道を歩み始めた。ヒスパニアでのクイントス・セルトリウスによるローマとの戦争に加えて、 紀元前73年には、スパルタクスらが死亡した第三次奴隷戦争が勃発、グナエウス・ポンペイウスやマルクス・リキニウス・クラススがこれらの戦争で活躍したが、この時期にカエサルは軍の士官職を持っていたにもかかわらず、活躍をしたという記録はない。紀元前69年に財務官に就任。この頃、おばでマリウスの家父であったユリアの葬儀で、 追悼演説を行った。またこの時、スッラの粛清以来すっかり見なくなった、マリウスの像を掲げ、自らを民衆派であることを公然と示した。妻のコルネリアも同年死去した。財務官の任務でカエサルは、ヒスパニアへ赴任する。ここで、アレクサンドロス大王の像を目にして、アレクサンドロスの年齢に達したのにもかかわらず何も、なしえていないと、自らの心境をとろし、 医業達成への意気込みを見せた。スエトニウスによると、カエサルはこの夜に、母、アウレリアを犯す夢を見たために激しく狼狽し、占い師から、母とは、すべての母にあたる、第一であると助言を受けて、ようやく落ち着きを取り戻したとされる。カエサルは任務を早めに切り上げて、ローマに戻った。そして財務官の任期を終えたことで、元老院の議席を得た。 ローマに戻ったカイサルは、スッラの孫であるポンペエアと結婚した。ポンペエアは、裕福だったため、彼はその財産を、買収や陰謀に使った。この時期、カイサルは、複数のローマ天覆の陰謀への関与が取り沙汰された。一つ目は、ヒスパニアからローマへの帰路に通った不完全なローマ、市民権しか持たない港側より、北側の都市で放棄をそそのかしたとされた行動。二つ目は、 上級アゼチカンに就任する前の紀元前66年にクラススを独裁官、カイサル自身はその騎兵長官としてローマを労談しようとする計画であったが、いずれも未遂に終わった。紀元前65年には上級アゼチカンに就任した。すらなき後も元老院派が政治を牛耳っていたのにもかかわらず、カイサルは公然とおじであるマリウスの戦勝費の修復に着手し、 スッラのプロスクリプティオに基づく没収財産デザインをなしたものの告発を行った。同時に多額の公費を使い、同僚のマルクス・カルプルニウス・ビブルスの存在を完全に日陰にしてしまうほど派手に公共事業や公共祭儀などを行った。チチェロー・ネディトナー・カテリーナ、カテリーナを追求する、キケロ、イタリア人がカチェーザレマッカリによる188 18年の 昨紀限前63年、古民館、ティツス・ラビエヌスと共闘し、元老院議員、ガイウス・ラビリウスを37年前の民衆派の古民館、ルキウス・アップレウス・サトゥルニヌス殺害の容疑で告発させた。そして当園のルキウス・カイサルと共に古代に存在した国家反逆罪審問官に就任し、弁護側には、キケロとホルタルスがついたものの、ラビリウスを有罪とした。 ラビリウスは上訴したが、この時プラエトルのクイントスカエキリウスメテルスケレルが、ヤニクルムの丘に掲げられた戦時招集の旗を下げ、民会を解散したため、裁判自体はうやむやになった。同年、カイサルはスッラの治世中に任命された前任のクイントスカエキリウスメテルスピウスの死去に伴い、最高人議官に立候補する。そして彼は、 同じく立候補した前職の執政官カトゥルスとイサウリクスとその座を争うことになり、互いに職をめぐっての贈賄の告発が続く事態となる。この時、すでに選挙運動で多額の借金を抱え、もし落選すれば、再び国外退去するつもりでいたカエサルは、母アウレリアに最高人議官にならなければ戻ってくることはないでしょう、と言った。 カエサルは二人の対立候補を抑えて当選し、晴れて皇帝に住む身となった。さらにこの年は、ルキウス・セルギウス・カティリナ一味による国家転覆の陰謀が発覚。この年の執政官であったキケロは熱弁を振るって、カティリナ一味を断罪した。元老院議員たちの間で互いに疑心暗鬼となり、陰謀の対処に追われる中、カエサルは陰謀に加担した者の死刑に反対。 あくまでも終身の東国を主張する立場を取る。これに対してマルクス・ポルキウスカとは処刑を徹底主張し、結局陰謀者たちは処刑された。カエサルは方針決定後もさらに妨害を続けたが、キケロやカトの意見を支持する一団に打ち殺されそうになったため、カエサルはすっかり腰が引けてしまい、その年は家に引きこもった。紀元前62年には、 陰謀のさらなる追求のため委員会が設置された。その中でキケロは陰謀が何たるか報告を事前に受けていたという証言があったが、彼は容疑の潔白を証明し、逆に自分を告発した人物、そして委員会のメンバーの一人もごくにつながれる事態となった。その間にカエサルに選出されていたは一貫して、処罰の連座性に反対の立場を貫いた。 なお、カエサルは、クラッススと共に、裏で陰謀を格作していたとも伝えられた。また、カエサルがこの陰謀に関わっていたという会議中に、彼は手紙を部下から受け取った。それを見たカトは、陰謀に加担した証拠だと中身を見せろと詰め寄った。カエサルは、これは大したものではないと見せることをためらう様子を見せたが、カトが必要に要求してきたので中身を見せると、それは、 愛人セルウィリアからの恋文だったという。カトは、この女たらし、と罵倒したが、それで、カエサルを追求できなくなり、議場は大爆笑となった。これで、カエサルへの疑いは書き消されたという。紀元前61年、カエサルはヒスパニアウルステリオルズを苦衆総督として赴任した。カエサルは、ヒスパニアへ向かう道中に立ち寄った感村で、部下に対して、 ローマ人の間で第二位を占めるよりも、この間尊で第一人者になりたいものだと語ったという。カエサルは、属州総督として、ローマ軍を率いて、ルシタニ族やガンライ貴族を討伐し、ローマへ服属していなかった部族も従えた。カエサルはこの属州総督時代に大金を得た。紀元前60年、コンスルを目指すカエサルは、オリエントを平定して外旋した自分に対する、 元老院の対応に不満を持ったポンペイウスと結び、執政官に当選する。ただこの時点で、すでにイサオなり名を成したポンペイウスに対し、カエサルは大した実績もなく、ポンペイウスと並立しうるほどの実力はなかった。そこで、ポンペイウスより年長で、騎士階級を代表し、スラハの重鎮でもあるクラッススを引き入れて、バランスを取った。ここに、 第一回三党政治が結成された。民衆派として民衆から絶大な支持を誇るカイサル、元軍団総司令官として軍事力を背景に持つポンペイウス、経済力を有するクラッススの三者が手を組むことで、当時強大な政治力を持っていた元老院に対抗できる勢力を形成した。失政官在任中にまず元老院での議事録を即日市民に公開することを定めた。 それまでは議員から話を聞く以外には内容が知られることはなかっただけに議員たちはうかつな言動はできなくなった。また、グラックス教団以来元老院体制におけるタブーであった農地法を成立させる。当初、元老院はこの法案に激しく反対したが、カイサルは職権で平民集会を招集、巧妙な議事運営で法案を成立させるとともに、 全言動員議員に、農地法の尊重を制約させることに成功した。詳細は、バリア戦争参照。ウェルキンゲトリクススローイングヒズ・ウェポンズ・アット・ザ・フィート・オブ・シーザー・フランス人がカリオネル・ロワイエによる1899年のサク・アレシアの戦いにて、カエサルの軍門に下り、勝利者の足元に武器を投げ捨ててみせるウェルキンゲトリクス。紀元前58年。 コンスルの任期を終えたカエサルは、全出生官の資格でもって、ガリア・キサルピナおよびガリア・トランサルピナ等の、ゾ、ヘルーエティ族が、ローマ族州を通過したい旨の要求を拒否したことを、皮切りに、ガリア人とのガリア戦争へ踏み出すこととなった。ヘルーエティ族を抑えた後、ガリア人の依頼を受けて、ゲルマニア人のアリオイストスとの戦いに勝ち、翌年には、ガリアの北東部に住む、 ベルガエ人種部族を制圧した。その間の紀元前56年には、ルッカで、ポンペイウス、クラッススと会談を行い、紀元前55年にポンペイウスとクラッススが、執政官に選出され、カエサルのガリア総督としての任期が5年延長されることが決定した。また、同年に、ゲルマニアに侵攻して、ゲルマニア人のガリア進出を退け、 ライン川防衛戦の端子を築いた。紀元前55年及び54年の二度にわたって、ブリタニア遠征も実施した。最大の戦いは、紀元前52年、アルウェルニ族の族長ウェルキンゲトリクスとの戦いであり、この時は、ほとんどのガリアの部族が敵対したが、カイサルはアレシアの戦いでこれを下した。これらの遠征により、カイサルはガリア全土をローマ族州とした。 カエサルはガリア戦争の一連の経緯をガリア戦記として表した。カエサルはこの戦争でガリア人から多数の勝利を得、ローマでの名声を大いに高めた。彼は新兵は新軍団を構成し、季節の軍団には新兵を補充しないという方針を取ったため、長期間の遠征に従事した軍団は、兵数が定員を割っていたが、代わりに統率の取れた。 精強な舞台になった。軍団兵には、ローマにではなく、カエサル個人に対し、忠誠心を抱く者も,も多かったと言われる。これらのガリア征服を通して蓄えられた実力は、カエサルが内戦を引き起こす、際の後ろ盾となったのみならず、ローマの元老院派のカエサルに対する、警戒心をより強くさせ、元老院派の側からも、内乱を誘発させかねない、強行策を取らせることとなった。 詳細は、ローマ内戦を参照ポンペイウスとの対決。編集紀元前53年、パルティアへ遠征していた三島政治の一角である、クラッススの軍が壊滅し、クラッススが戦死したことにより三島政治は崩壊した。また、紀元前54年に、ポンペイウスに嫁いでいた娘ユリアが死去したことも受けて、ポンペイウスは、カエサルと距離を置き、三島にとって共通の性敵であった。 カトヤルキウス・ドミティウス・アヘノバルブスら元老インパに接近したため、両者の対立が顕在化した。紀元前49年、カエサルのガリア族収葬特会人及び、本国召喚を命じるセナトゥス・コンスルトゥムウルティムムが発布された。カエサルは、自派の五民間がローマを追われたことを名目に、軍を率いてルビコン川を越えたことで、ポンペイウス及び、 元老インパとの内戦に突入した。1月10日にルビコン川を渡る際、彼は、ここを渡れば人間世界の破滅、渡らなければ、私の破滅。神々の待つところ、我々を侮辱した敵の待つところへ進もう、サイは投げられたと撃を飛ばしたという。ルビコン川を越えたカエサルは、アドリア海沿いに、イタリア半島の制圧を目指した。対するポンペイウスは、 ローマにいたため即時の軍団編成を行えず、イタリア半島から逃れ、勢力地盤であったギリシアで軍備を整えることにした。多くの元老院議員もポンペウスに従って、ギリシアへ向かった。こうして、カエサルはイタリア半島の実質的な支配権を手にした。ローマ制圧後、マッシリア包囲戦とイレルダの戦いで、ヒスパニアやマッシリアなどの元老院派を平定して、 後方の安全を確保し、カイサルが独裁官として仕切った選挙で、紀元前48年の失政官に選出された。独裁官を10日余りで、自ら辞任し、ローマを立って、軍を率いて、ギリシアへ上陸した。元老院派の平坦基地を包囲したデューダキウムの戦いで敗退を喫したが、紀元前48年8月のファルサルスの戦いで、 兵力に劣りながらも優れた戦術によって勝利を収めた。ポンペイウズはエジプトに逃亡したが、9月29日、アレクサンドリアに上陸しようとした際、プトレマイオス13世の側近の計略によって、迎えの船の上で殺害された。後を追ってきたカイサルがアレクサンドリアに着いたのは、その数日後だった。エジプトにて、編集、クレオパトラを、エジプト女王 SL、カイサル。 チェーザレリメッテクレオパトラするトロの D エジプト。イタリア人がカピエトロダコルトーナによる1637年の作カエサルがクレオパトラ7世の手を引いて玉座へ座るよう促している。右端はアルシノエ4世。ポンペウスの死を知ったカエサルは軍勢を伴ってアレクサンドリアに上陸した。エジプトでは先代のプトレマヨス12世の子である。 クレオパトラ7世とプトレマイオス13世の指定が争っており、両者の仲介を模索したものの、プトレマイオス13世派から攻撃を受けたため、クレオパトラ7世の側に立って清掃に介入し、ナイルの戦いで、カエサルキカのローマ軍は、プトレマイオス13世派を打ち破った。この戦いで廃止した、プトレマイオス十三世に代わって、プトレマイオス十四世がクレオパトラ七世と共同で、 ファラオの地位についた。北、アフリカ、ヒスパニア戦役、編集エジプト平定後、カエサルは親密になった、クレオパトラ7世とエジプトで過ごしたが、小アジアに派遣していたグナエウス・とミティウス・カルイヌスが、ポントスをファルナケス2世に敗北したという知らせが、届いた。紀元前47年6月、カエサルはエジプトを立ち、途中で、ポンペウスの勢力下だった、チュリアや、 キリキアを抑えつつ、新軍8月2日にゼラの戦いでファルナケス2世を破った。この時、ローマにいる福神のガイウス・マティウスに送った戦勝報告に来た、見た、勝ったとの言葉があった。その後ローマに短期間滞在、その際1年間の独裁官に任命された。ポンペイウス死後もヌミディア王油葉1世と組んで北、アフリカを支配していた。 クイントスカエキリウスメテルスピウススキピオナシカなど元老因波をタプススの戦いで破り、さらにウティカを攻撃してカトを自害に追い込んだ。紀元前四十六年の夏、ローマへ帰還したカエサルは市民の熱狂的な観光に迎えられ、壮麗な凱旋式を挙行した。カエサルはクレオパトラ七世をローマに招いており、クレオパトラ七世はカエサルとの間の息子とされるカエサリオンを 伴っていた。紀元前45年3月、ヒスパニアへ逃れていたラビエヌスやポンペイウスの維持症、ポンペイウス・セクストゥス兄弟らとのムンダの戦いに、勝利して一連のローマ内戦を終結させた。元老インパを武力で制圧して、ローマでの支配権を確好たるものとしたカエサルは、共和制の改革に着手する。属州民に議席を与えて、 定員を600名から900名へと増員したことで、元老院の機能、権威を低下させ、機能不全に陥っていた、民会、ご民館を単なる追認機関とすることで、有名無実化した。代わって、自らが終身独裁官に就任し、権力を一点に集中することで、統治能力の強化を図ったのである。この権力集中システムは、原種制として、 後継者のオクタヴィアヌスに引き継がれ、帝政ローマ誕生の石杖ともなる。紀元前44年2月15日、ルペルカリア祭りの際に、アントニウスがカエサルへ、王の証とも言える、月刑事を報じたものの、ローマ市民からの拍手はまばらで、逆にカエサルが月刑事を押し戻した際には大変な拍手であった。数度繰り返したところ、全く同じ反応であり、 カイサルはカピトル神殿へ月経獣を捧げるように指示したという。共和主義者はこの行動をカイサルが君主制を施行した現れと判断した。またカイサルは共和制ローマは白中夢に過ぎない。実態も外観もなく名前だけに過ぎない。私の発言は法律とみなされるべきだなどと発言したとされる。これら伝えられるカイサルの振る舞いや言動、そして 終身独裁官としての絶対的な権力に対し、マルクス・ユニウス・ブルトゥスや、ガイウス・カッシウス・ロンギヌスら共和主義者は、共和制崩壊の危機感を抱いた。カエサル暗殺フランス人画家ジャン・レオン・ジェロームによる1867年の、昨期現前44年3月15日、元老院へ出席するカエサルの随行者は、デキムス・ユニウス・ブルトゥス・アルビヌスであった。妻、カルプルニアは、 前夜に悪夢を見たため、カイサルに元老院への出席を避けるよう伝え、カイサルも一度は見合わせることを検討したものの、デキムスの忠告によってカイサルは出席することとした。以前、3月15日に注意せよと予言した、超占い官のウェストリーキュース・スプリンナに元老院への道中で出会い、カイサルは何もなかったではないかと語ったが、スプリンナは3月15日は、 未だ終わっていないと返答した。それ以前にカエサルは体の不可侵性を保障される五民間職権を得ていたが、それに加えて元老院議員から安全に関する制約を取った上で独裁官に付属する護衛隊を解散していた。カエサルは身の安寧に救急としているようでは生きている甲斐がない。私は自分が信じる道に従って行動している。 だから他人がそう生きることも当然と思っているといったことを述べている。ポンペイウス劇場で開かれた元老院会議はパルティア遠征を前にカエサル不在中のローマの統治体制を協議する予定であった。終身独裁官であったカエサルに随行するディクトルは元老院の監修により元老院外で待機、副審のマルクス・アントニウスはガイウス・トレボニウスによって引き離されていた。 事件は、元老院の開会前に起こったとされ、ポンペイウス劇場に隣接する列中路で、マルクス・ブルトゥスやカッシウスらによって暗殺された。23の刺し傷のうち、2つ目の刺し傷が致命傷となったという。殺される際、カイサルは、ブルトゥス、お前もかと叫んだとされ、これは、シェイクスピアの戯曲、ジュリアス・シーザーの中のセリフとして有名であるが、それ以前にもカイサルが、 このような意味のことを言ったという説は存在していた。また、ギリシア語で、息子よ、お前もか、と言ったとも伝えられる。紀元前44年頃発行されたデナリウス銀貨。カエサルの横顔の周りには、永久独裁官カエサルと刻まれており、裏面には、ウェノスと効果を鋳造した、P、セプルリアスメイサーのコグノー面が刻まれている蒸気の、ブルトゥスは、通常、 暗殺の指導者の一人で、カエサルが最も愛したと伝えられる、セルウィリアの息子であるマルクスユニウス・ブルトゥスを刺す。数日後、カエサルの遺言状が開封された。第一相続人に、当時18歳の王ーイガイウス・オクタヴィウス・トリヌス、第二相続人に、デキムス・ブルトゥスとの内容であった。カエサルは、生前に死に方を問われた際に、思いがけない、死、突然の死こそ、 望ましいと答え、合わせて、私が無事息災でいることは、ローマのためにも必要である。私は長い間権力を握っており、もし私の身の上に何かが起こったら、ローマは平穏無事であるはずがない。もしかすると悪くなる可能性があり、内乱が起こるだろうと語ったと伝えられている。カエサルが元老院議員として、初めて票部隊に出た頃の評価は、借金をや、 ハゲの女たらしといったものであった。事実、借金は、天文学的で、とてつもない金額であった。紀元前61年春に、プロプラエトルとして、ヒスパニアへ赴く前、カイサルが高飛びすると恐れて、出発を妨げたため、カイサルは、最大の債権者クラススに泣きつき、債務保証をしてもらい、ようやく認知に出発できた。ハゲの女たらしと言われることを受け入れていたことは、 カエサルの寛容さを説明する際に引き合いに出される。また、カエサル自身が総督として赴任したヒスパニアで現地の部族より金を無心したり、ガリアで現地部族が奉納している神殿や聖域にあった宝飾物を強奪したり、金目当てで町を破壊して回ったりということもあった。また、ローマでもカピトリヌスの神殿に奉納していた金塊を盗み、 同重量の金メッキをした銅を戻したり、内戦中は、五民間の制止を振り切って、神殿の在下を強奪したとしたと伝わっている。カエサルは、背が高く引き締まった体をしていたが、当時の美男子の条件である、細身、女と見曲がうほどのやさ男には当てはまらなかった。また、頭髪が薄いことを、性的から攻撃されたため、剥げた部分を隠すのに苦労していた。このため、 内戦を終結させた業績を認められたことにより、いつ、どこでも月景観をこむる特権を与えられたときは、大変喜んだという。なお、当時のカエサルが、前髪の薄さを隠すためにしていた髪型は、シーザーカットと呼ばれており、ヨーロッパでは、古くから典型的な男性の髪型の一種となっている。また、転換の症状があったとも伝わっている。紀元前62年。 男性金星のボナデアの儀式の際、妻ポンペイアが女装した上婦を引き入れたとされる騒動が起こった。カエサルは女装した犯人のプブリウス・クロディウス・プルケルの裁判に承認として出席したが、彼の容疑については何も知らないと答えた。しかし彼は、事件後ポンペイアと離婚しており、それを不思議に思った。検察官はなぜ離婚したのか尋ねたが、カエサルの妻たる者は、 いかなる権利も受けてはならないと答えたという。また、カエサルには多くの愛人がいた。やや誇張と思われるが、一説によれば、元老院議員の3分の1月間をカエサルに寝取られたと伝えられている。このためカエサルは、ハゲの女たらしとあだなされた。古代ローマでは、外戦式の際に、軍団兵たちが将軍をからかうヤジを飛ばす習慣があったが、 カエサルの凱旋式においての軍団兵たちは、夫たちよ、妻を隠せ、やかん頭の女たらしのお通りだと叫んだ。なお、カエサルが関係を持ったと何らかの記述がある女性は、以下の通りであり、他にも多くの女性と関係したと思われる。ただし記録にある限り、小宝にはほとんど恵まれなかった。原点、編集電気研究、編集解説、編集図版解説。 編集、ありがとうございます。